田中さん、今日はどちらかというと雲が優勢で、思ったよりもちょっとこうひんやりした体感でしたけれども、どうでしたか。そうですね、日差しが少し控えめでしたので、昨日の予測よりも気温が上がらなかったところがほとんどでした。そして明日は天気が下り坂に向かいそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日は高気圧の中心が日本の東へ移動しまして、高気圧の周りの湿った空気が南から流れ込んでくるでしょう。このため県内は次第に雲が厚くなり、午後は雨の降る時間がありそうです。では明日の天気の移り変わりを見ていきましょう。こちらは明日朝6時の予想です。朝は晴れるんですね。そうですね、朝は広い範囲でオレンジの表示で晴れる見込みです。ただこの後時間を動かしていきますと、午前中は日差しが届きますが、午後は縦に連なる雨雲がこのように次第に県内を通過していくでしょう。朝晴れていても雨具があると安心です。午後から雨で、こう沿岸部から徐々に県内を通過していくようなイメージですかね。はい、そうですね。これ雨自体は強まりそうですか。降り方としてはそれほどは強くならない見込みです。はい。さて火曜日にもお伝えした台風2号なんですが、今日正午に猛烈な勢力に発達しました。台風の今後の進路としては台湾方面に徐々に進んでいく見通しです。さらにその後も現段階では台風本体が県内に近づいてくる可能性は低いです。はい。ただしですね、台風が運んでくる非常に暖かく湿った空気が日本付近に流れ込んできますので、来週は県内でも雨が降りやすくなりそうなんですね。来週ですね。はい。週間予報を見てみると、週明け月曜日からはずっと雨マークが続いています。はい。で特に31日以降は前線の活動が活発になって大雨になるところがあるかもしれません。今後は最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。台風の進路にも注目ですね。はい、そうですね。